こんにちは、クリッカークランです。韓国を代表するベストセラーハッチバック i20 に設定されるハードコアモデル i20n の開発車両をカメラが初めて捉えました。ベースモデルの i20 は2016年に世界累計販売100万台を達成し、2018年4月にフェイスリフトを受けています。 N は2015年にヒュンダイが立ち上げた高性能ブランドで、2017年に第1弾として i30n が発表されており、 i20n は第2弾となります。捉えたプロトタイプは i20 改良型のテストミュールのため、ディテールは不明です。しかしローダウンされたボディの足元にはレッドブレーキキャリパーを備える高性能ブレーキ21540R18 のピレリ P0 タイヤを装着しています。また強力なターボエンジンを予想させるデュアルエキゾーストパイプも見て取れます。さらにハードセッティングされたスポーツサスペンションも装備しているはずです。パワートレインは 1.6 リットル直列4気筒ガソリンターボ TGDI エンジンを搭載。標的とするライバル GR ヤリス、フィッツが 1.6 リットル直列3気筒ターボエンジンを搭載し、最高出力250馬力と予想されており、200馬力以上のパワーは欲しいところです。ただし同エンジンを積むキアシード GT が201馬力を発揮するため、それほど難しいことではないと見られています。現行 i20 は2014年から発売されており、2021年には第3世代へバトンタッチされます。そのため N モデルのワールドプレミアは間近に迫っている可能性が高いようです。